トルガンガナイル・フランシス・アザールは、ベルギーへのオーシューラル・ビエール出身のサッカー選手。ベルギー代表。ポジションはフォワード。ボルシア・ドルトムンと所属。サッカー選手のエデン・アザールは、実刑。キリアン・アザールは弟。2003年から、AFC ・テュービズのユースチームに所属し、2007年に、フランスにある RC ・ランスのユースチームに移籍した。2008から09シーズンは、 ラファエル・バラーヌやジョフレー・コンログビアと共に U-16 チームでプレーし、この世代の全国リーグで優勝した。2010年4月7日、3年間のプロ契約を結ぶと、続いてフランスアマチュア選手権に属するリザーブチームに昇格し、ジャンヌ・ダルクドランシーとのシーズン開幕戦でリザーブチームデビューした。2011から12シーズンからトップチームに昇格し、 7月30日、スタッドランス戦でプロデビューを果たした。2012年の夏、兄を追うように、チェルシー FC に移籍。同年8月に、母国ベルギーの SV ズルテワレヘムにレンタル移籍。2014年1月23日に2013年のベルギーゴールデン州に選出された2014から15、シーズンはボルシア・メンヒエングラートバッハへ、期限付き移籍。 2015年2月23日に完全遺跡が決定した。2019年5月22日にボルシアドルトムントへの完全遺跡が発表された。契約期間は2024年までの6年である、ベルギー代表として2011年 UEFAU-19 欧州選手権に飛び級で背番号10をつけて出場した。2013年5月29日のアメリカとの 親善試合で A 代表デビュー。2016年11月9日のオランダとの親善試合では兄のエデンと共に出場し、キャリア初の競泳を果たした。2017年10月10日のワールドカップ予選期プロス戦では代表初得点を挙げ、エデンとの兄弟アベックゴールを達成した。2021年6月開幕の UEFA ユーロ2020では、 グループリーグ第2戦のデンマーク戦で同点ゴールを挙げて勝利に貢献。決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦においては決勝ゴールを決めてチームの準々決勝進出に貢献した。ありがとうございます。